このコーナーは YouTube でもご覧いただけます。はい、お願いします。お願いします。引き続き、劇団香りの女優、橋爪ゆりさんを、お迎えしてお送りします。よろしくお願いします。ちょっとしたね、遊びを毎週やってるんですけれども、うん、まあ、今週は橋爪が2人おりますので、はいはいはい、こんな企画です。題して、橋爪さんに話しかけるには。ほね、さっき映画のコーナーで、パーティーで女の子に話しかけるにはという作品をご紹介しましたけれども、はいはい、それに引っ掛けて女子に話しかけるその話術を競い合います、うんね、うん、中山くんと吉本くんが挑戦します、うん、で私橋爪優子と橋爪ゆりさんが判定します、はいはい、私たちに話しかけてください、はい、ダブル橋爪に、はい、ね、でシチュエーションをあらかじめいろいろ設定していますので、うん、その状況でグッとくるセリフを言ってください、うん、ゆりさんがグッとくるセリフ、うん、私がグッとくるセリフ、うん、いいですね、はい、わかりました、はい、なんか最近こういう系多くないですか。そうかな、なんかもう僕前田川さん来た時にもギャグ言わなかったし、なんかすげえ頭使うようなこと多いなと思って。それはね、君たちを鍛えるためよ。そうですよね、立派な役者になってほしいというその思いから。その通りです、文句ばっかり言ったらあかん。そうよ、ピシャって言ってくださった、ありがたいですね。さあ、はい、まずは、はい、設定バーです。バー。バー。おしゃれなバーカウンターで一人で飲んでいる女性に話しかけます、うん、最初の一言ずつは決まっています、うんうん、どっちからやりましょうか。どうぞ。マジで。吉本、ね、今日は姉さんが見てる前でいいところを見せてね、はい、行きますよ。小芝居もよろしくね、はい、では参りましょう。おしゃれなバーカウンターです。隣空いてますか。あ、はい、この人なんですけど、探偵がバーにいるって聞いてきたんですけど、それまで一緒にいていいですかね。は？カン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 。ちょっとゆりさん、今の何ですか。すぐ帰りますね。ちょっと怖すぎ。もう歯以外ないですね。ね。あー怖かった。グッときたでしょ。いや、グッと引いたよ。本当に。どないしたの。怒ってはるよ、ゆりさん。いやー。いろいろやろうとして、何かこう、パターンって。大丈夫。この後続けてこれ大丈夫。そう、まだまだあるのよ。大丈夫です、大丈夫です。挽回してね。はいはい。ではメンタルのハート持ってるんで、メンタルの持ってるんだよ。じゃあ中山くん、はい、グッと来るセリフをお願いしますね。じゃあ今度はゆりさんとやってみましょうか。おしゃれなバーカウンターで一人で飲んでいる女性に話しかけます。どうぞ。すいません、隣空いてますか。いいっすか。え、はい、お名前なんて言うんですか。橋爪です。出た、橋爪ゆりさん。はい、やっぱりあなた、ほんと今からちょっと世界が滅んでしまうから一緒に行きましょう。はい、あなたと私はもともと一人の人間だったんです。それが時空の歪みで分かれてしまったんです。二人に分かれてしまったんです。それがあなたと僕だから、今から世界を救いに行きましょう。さあ、来て。結構です。あ、世界を。すいません、ちょっとお感情お願いします。時空の歪みが、二人を分かち合ったんですよ。ガン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 。痛い。どうしたの。あれ、なんか、それ、何の、本当に女の子に声かけようとしてる感じがしないですよね、二人とも。それ、本気で落とそうとしてないよ。もうね、がむしゃらなんですよ。がむしゃらなの。もうね、普通に声かけたら無理やかって分かってるんですよ。ああ、まずインパクト。だからちょっとね、インパクト。ああ、裏目に出てるね。なるほど。でもいきなりなんか持ち帰ろうとしましたよね。そう。いきなり一緒に行こう。一緒に行こうって。ここじゃなくてね、そうそう、どっかに行こうって言いましたね。早っと思って。あなた明かりでそんなことしてんじゃないの。してへんわ、兄ちゃん、兄ちゃんオルバーでしてへんわ。西宮北口の明かりで。では続いてです。本屋です。本屋。
本屋で本を探していて手が触れ合った女性に話しかける。はあ。はい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 。じゃあもう一度吉本くん行きましょうか。はい、じゃあ私に参りますね。はい、はい、では本屋です。あの本どこやったかな。確かこの辺にあったはず。あ、すいません。あ、ごめんなさい。江戸川乱歩。あ、好きなんです。私も。一緒に迷宮入りしませんか。え、迷宮入りですか。はい、迷宮入り。楽しいですか。後悔はさせません。続けてくれます。終わってくれてよかった。終わってくれてよかった。まあ、結構今ちょっとギュッと来てました、ね。うん、意外な展開。好きな本っていうのが良かったかもしれない。あ、そうかもね。江戸川乱歩っていうところはなんかこうね、ミステリアス。考えたね。よく頑張った。ね、ようやった。じゃあ中山くん、はい、はい、お願いします。今度はゆりさんを納得させてね。わかりました。はい、本屋ですよ。あの本ちょっと待ってください、ね。もう一回もう一回お願いします。あの本どこやったかなと。確かこの辺にあったはず。どこやったか。あ、一緒の本ですね。あ、どうぞ。あ、いやいや、よかったらこれ僕プレゼントします。プレゼントします。え、そんなとんでもないです。でもその代わりよかったら僕のしおりをあなたに挟んでもいいですか。ちょっと止めてください。途中まで爽やかかなと思って。触れ合ったとこまで。ただ目が合った瞬間やばかった。もうなんかロックンが入ってますね。やばいね。ないよ。やばいね。僕にしおり分かってるでしょ。あのしおりですよ。気持ち悪いな。気持ち悪い。変われって変われにもならへんの。どうしましょう。今夜ね、すぐに行きますね。ね、年もね。最後はね、もうちゃんとやってもらいましょう。はいはいはい、はい、コンビニ前で座ってスマホいじっているギャグに話しかける、うん、はあ、なるほどね。うん、行きましょうか。じゃあコンビニでギャルに、コンビニ前でギャルに話しかけてください。はい、今度は吉本くんとゆりさんのコンビでいきましょうかね。はい。じゃあお願いします。うーわ、このアプリ超やばい。マジマンジー。やばー。パンクだね、君。パンクだね。誰パンクだね、君。え、何それ。え、ぶつもり、ぶつもり、ぶつもり、動物の森やってんの。何。パンクだね。ありがとう。え、ちょっと、僕、君のリセットさんになってもいいかな。ちょっと意味わかんないです。え、意味わかんないです。リセットさんになりたいな。ちょっとやめてください。あれ僕頑張って、あの魚とかいっぱい送るよ。あ、じゃあいいよいいよ。あ、本当に、うん、いいやったー。パンクだねー。パンクパンクだよりやん。パンクパンクって言ってるけど 目が助けてって言ってる。なんかね、無理してたね。あ、大丈夫、汗だくだく。もう厚着するからよ。マフラーいらんやん。じゃあ閉めてもらいましょう。はい、わかりました。コンビニでギャルですよ。ギャル、はい、いきます。うーわ、このアプリ超やばい。マジマンジ。ねえね、君は、かわいいね、君。何をさ、なんか買ってあげようか、コンビニで。何買ってくれんの。まあね、何でもいいよ、好きなもん買っていいよ。あ、じゃあチョコレートと、うん、おにぎりと、うん、コーラとタバコ。あ、いいよ、わかった、買ってあげるから、その代わりに
買ってあげるから、その代わりになんだよ君の T ポイントカードを僕で満杯にしてあげようか。わきゅうなんとかしてください。隣にもいるんこと時代のもこんな楽しいのに楽しいの自分がねそうあんた一人楽しい、うん、欲しいなポイント貯めてあげるよって言ってないそんな意味じゃなかったそんな意味じゃなかったということで、今日は2人とも不合格でいいですかね。うわ、マジっすか。くそー、悔しいな。それでは女の子は逃げるばかりです。悔しいな。勉強せないかな。勉強してください。必死のパンチでした。